けひげに白い帽子の伝道師に扮して登場したのは嵐の相葉雅紀さん。新 CM キャラクターの相葉雅紀さんです。よろしくお願いします。相葉ゼーロです。よろしくお願いいたします。相葉ゼーロ。昨日自身が伝道師の役として出演する新 CM の PR イベントに登場しました。すいません、これください。あなた今素晴らしいもの選びました。新しい時代来てます。グミはもう脂肪ゼロの時代なのです。ユーハミ格闘ゼロッシュ。もう一つお付けしますね。なんでキャンペーン中。今回相葉さんは伝道師を演じる上で初挑戦したことがあるんだそうです。それはヒゲで、あの表に出るのはほぼ初めてなので。はい、つけひげデビュー。そうです、デビューと言ってもいいでしょう。僕のスタンスとして何をやるでも何でも来いのスタンスでやっております。芸能界の幅を広げてくれます。ありがとうございます。本当にいつも